今回のスピチューブはこちらでございます。台湾グルメ。最近なんか台湾料理がピックアップされてる気がするんですけど、なんかね、森の中でのマルシェ。今回は三輪坂市にあるマルシェに行ってみました。それでは最後までよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はね、岡山県のこの三輪坂というエリアに来ました。まあ三輪坂もね、結構ね、大きいとか広いですね。で、この山の中に森のマルシェをやってるということで、今日ちょっと行ってみようかなと。いろいろとね、屋台というか販売者が集まってやってるっていうことを、その、なんだろうな、お店の方から聞いて、ちょっと行ってみようかなと。なんでこんなとこでやってんだと思いながら、考えながら、まあ、その、来たわけなんですけども、ちょっと皆さんとね、行ってみようかなと思います。この先に、あるのかな、本当に。っていうようなね、感じで、進んでいってるわけなんですけども。なんかありますね。車もなんか結構止めてるような、なんかはい、やってきました。毎月第4日曜日はマルシェやってるということですね。今日が、4月の18日の、台湾森の台湾マルシェということですね、はい、ちょっと初めてな感じなんですけども、今後の主なイベント、はい、ちょっと行っていこうかなと。初めて見るね、これなんか卵焼き状にって書いてあるね、台湾の国民食、国民の朝食ね、まあ、この今流行ってるこのいちご飴とかいろいろありますよね。お邪魔します。あ、すいません。あ、こんにちはです。台湾のなんかその朝食的な感じで食べられてるな、国民食的な感じで食べてる、何ですか？そうですね、タンビン。
はい、それちょっと一ついただこうかなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと今から作るんですけど、ノーマルとあとハムチーズ入りがあるんですけど。あ、じゃあハムチーズの方で。ハムチーズの方で。はい。はい、倉敷の、これが台湾飯、倉敷って書いてますね。もう移動販売、早島とかね、倉敷のエリアで出されてるお店です。ね、今日はね、そのいつものメインの食べ物は出してないんですけど、なんかかぶるみたいでね、ちょっと変わった、ね、メニュー出してます。これ、はい、こちらで、はい、こちらでございます。こちらがダンビンっていうハム&チーズ入りですね。これ初めてですね。なんかポンペ焼きみたいなね、ね、いただきます。初めてね、これ中にハムとチーズが入ってるんですよ。うん、うん、なんかお好み焼きとかなんかそっち系のソースなんかなと思ったら、台湾独特のなんかね、また変わったソースね。しょっぱい感じなのかな、なんか感じでございます。うん、美味しいです。はい、台湾屋台飯で、こっちも普通にお店どっかでやられてるんですか。私はマニワなんですけど、お店はやってないんですよ。ああ、マニワの中のイベントで。ああ、定期的にやられてる。ああ、そうなんですね。最近なんか台湾料理がピックアップされてる気がするんですけど、なんかね、ですよね。で、なんか見た目もすごいおしゃれで、ね、今日もなんか結構女性の方とかね、うん、びっくりしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どっか座っていいですね。じゃあいただきます。どこ？ピザ？あ、でいいんじゃないですか。どうぞどうぞ。あ、いけるじゃん。なんかね、小屋みたいになって。いや大丈夫だ。あ、結構がっつりね。ちょっとこのなんか見た目カレーみたいなね感じするんですけど、ちょいちょいなんか香辛料というか匂いがしますね。じゃあいただきます。あ、うまい。これこの豚の角煮みたいな感じで、うん、じゃ続いてスープ。はい、これもねとろりね、フカヒレのようなね、そんな感じだよね。ちょっといただきます。こんな感じでございます。あ、優しい。濃い先ほどのちょっと味がしっかりしたやつとちょうど合う感じですね。これはこちらあれなんですか、もうどっかお店でやられてるんですか。あ、やってないんです。テーマと尾道で2回ずつ入れるって。はい、なるほど。すいません、ありがとうございます。はい、こちらです。こちらですね、手作りだということです。中身がこんな感じです。パイナップル、いただきます。うん、あ、パイナップルジャムのような、うまい。そう、お茶と飲んだら食べたらね、美味しいやつです。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。もうまだありますか、大丈夫ですかね。ストックはもうないやつが多いです。もうだいぶお客さんなんか人気ですもんね。その量は少なくて。ああ、そうなんですね。はい、というわけで今日はありがとうございました。いや、お嬢さんまだ来てもらって。なんかすごいお忙しいというか、もうまだ慣れてなかったんで、本当申し訳ないですね。僕も食べたかったんですけど売り切れた。ちょっとね、用意が少なくしてたんで、もう次はちょっともう少し多くしようかなと思ってます。ちょっと意外なね、はい、このね、山の中で、うん、まあ、程よい人数の中で、お客さんがね、こうやって来て。そうですね、今回は、まあ、僕たち台湾の、はい、まあ、ベースにやっている店ばっかし4店舗来たんですけども、
それをまあですね、まあ、今回初めてやらさせていただいて、まあ、ちょっと問題点の色があると思いますんで、それをまあブラッシュアップして、まあ、次につなげていけたらなと思ってますし、また宝冠町の方でもまたちょっとこういう風なイベントやらさせてもらおうかなと思ってるんで、またよかったらスビチューさんも。わかりました。じゃあまた何かあればいつでも言ってくれたら僕飛んでいきますんで、詳しくはね口実さんのツイッターとか、はい、インスタグラムですかね、はい、そこに載せてますんで、まあ、この辺ね、インスタのアカウントも載ってます。ありがとうございました。本当にすみません、わざわざ投稿にありました、はい。ラバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。